今度はでかいぞ。気をつけろ、地面が。いや、大丈夫か。なんとか。みんなは離れ離れになっちまったみたいだ。みんな無事だといいけど。一番心配な人がこうして元気なんですもの。平気よ。失礼だな、おい。ごめんなさい。あら、血が出てるわ。本当ですの、大変ですの。待って、今治癒術を。いいよ、こんなもん舐めとけば治る。何を怒ってるの。怒ってないよ。それより奥に進んでみよう。みんなと合流できるかもしれない。わかったわ。このまま降りていって大丈夫なのかしら。確証はないが、それしか道がないからな。そうですわね。みんなと合流できることを祈りますわ。心配かい？いいえ、私の横にはあなたがいますし、みんなの力は一緒に旅をしてきた私自身がよくわかっていますもの。そうさ、それにアッシュが太鼓判を押してくれたしね。アッシュが？あいつのことだ。俺たちを信用できなきゃ今頃一人でバンの元に乗り込んでる。あいつが姿を見せないってことは俺たちを信じてるってことさ。ええ、私はその信頼に応えてみせますわ。そのためには早くみんなと合流しないとな。ええ、ガイ。どうした。あなたって本当に優しいですわね。ありがとう。どういたしまして。なんか2人だけっていうのも寂しいですよね。徳永がいますからね、2人という気はしませんが。それはそうかも。にしても私は大佐と一緒でついてるんですけど、ルークたちは大丈夫なのかな。まあティアもガイもそれなりに戦い慣れていますから。大佐大佐、ルークとナタリアは？まあ大丈夫でしょう。二人ともここまで生き延びてきたわけですし。なるほどね、アニスちゃん分かっちゃいましたよ。大佐はみんなのことがどうでもいいわけじゃなくてちゃんと信じてるんですね。なに大佐、どうしたの。そうですね、そういう見方もありますね。確かにそうでもないといつまでも一緒に行動できないか。大佐、何一人で納得してるんですか。いえいえ、何でもありません。それより早くみんなと合流しましょう。はい、頼りにしてますよ、アニス。私もです。さすがに二人だと戦いがきついな。そうね、でもあの時とは随分違うわ。あの時タタル渓谷に飛ばされた時。ああ、そういやあの時も二人だったっけな。あの時は正直言って安心して背中を預けられる相手ではないと思ったわ。悪かったな。今は違う。成長したわ、あなた。ありがとう。だけど、まだまだだ。え？先生を、それに、レプリカ計画を止めないと、何の意味もないからな。そうね、あなたの言う通りよ。ティア。今のあなたになら背中を預けられるわ。ディア、行きましょう、ルーク。ああ、みんな無事だったか。
それはこちらのセリフですわ。あんまり遅いから心配しておりましたのよ。ごめんなさい。二人をお待ちしていました。大切な話があるのです。なんだよ改まって。この先にパッセージリングがあるらしいぜ。じゃあこの先にバン先生がいるのか。でね、バン総長を倒したらすぐ外郭を下ろすんだって。やっぱり時間が足りないのか。ええ、ここからラジエイトゲートまでアルビオールでもかなり時間がかかります。多分その間に外郭大地は崩落する。でもどうやってラジエイトゲートを起動させずに外郭を下ろすんですか。制御装置にラジエイトゲートへの命令をアブソーブゲートに変更すると書き込みます。パッセージリング同士はつながっていますから理論上は可能なはずだ。かなり強引な方法ですがね。そうですね、ゲートは起動させていないんですもの。その後はそれで終わりか。アブソーブゲートのセフィロトに向けてセブンスフォニムを照射します。これが降下開始の合図です。ただしこれは命令者、つまりルークの放出するセブンスフォニムでなくてはなりません。わかった、やってみる。ここまで来てできないなんて言えないしな。ではそろそろ行きましょうか。準備はよろしいですか。俺なら大丈夫。みんなは。もちろんよ兄さんは。バンは私が止める。これでも一応バンの元主人だからな。部下の不始末にはご主人様がケリをつけるさ。何としてもバンの企みを押しとどめて世界を救いますわ。私がお金持ちと結婚するためにもバン総長にはおとなしくしてもらわないと。やあ皆さん熱いですね。あんたはいつも通りだな。ええ、私に熱いのは似合いませんからそりゃそうだ。よし行くぞ。私と共に秩序を生み出すべき足。ルークオリジナルだ。私の邪魔をするな、レプリカクズ勢が。だったらなんで俺を作った。俺は誰で何のために生まれたって言うんだ。何かのために生まれなければ生きられないというのか。だからお前はただのレプリカでしかないのだ。哀れなレプリカに教えてやる。お前はユリアのスコアを覆す捨て駒として生まれた代用品。ただそれだけ。先生、本当に俺はそれだけの存在なんですか。俺という存在のせいでスコアは狂い始めてるんでしょう。お前ごとき歪みなどユリアのスコアはものともせぬ。枝葉が変わろうと木の本質は変わる。スコアは麻薬だ。東に向かって歩けば大金を拾うだ。そんなスコアを実行してその通りになれば次のスコアも信じたくなる。ユリアは2000年をかけて人類をスコア中毒にしてしまった。2000年にも及ぶ歪みを矯正するには劇薬が必要。レプリカ世界が劇薬ですか。大した妄想力だ妄想？それもよかる。確かにスコアの言いなりに生きているこの世界は歪んでいるさ。だがレプリカの世界ってのも相当歪んでるぜ。その通りですわ。
あなたがその軽挙妄動を慎まねば、ティアが苦しみます。総長の妹でしょ。妹と戦うなんて、総長本気なの？見してやるか。私も残念なんだ。お前がユリアシティでおとなしくしていれば、そうすればお前だけは助けてやれたもの。兄さんはレプリカの世界を作ろうとしているんでしょう。なら私を殺して、私のレプリカを作ればいいわ。ではどうあっても私と戦うか。ええ、もともと私はそのために外郭へ来たんだもの。先生、いや、バン！あなたが俺を認めなくても、俺は俺だ！されごと消えろ！失敗作に倒されるとはな。面白いではないか。ティア。超振動はまさか。想定通り、正気がディバイディングラインに吸着していますね。アッシュ、ルーク、鍵を送る。その鍵で私を解放してほしい。栄光をつかむ者、私を捕らえようと。私ルーク、どうしました？ローレライが…いや、今はいい。それより成功したことをみんなに知らせないと。ええ、イオンもノエルもお父様たちもきっと心配していますわ。兄さん…ティア…ごめんなさい、ルーク。これで…よかったのよ。わかった。みんな帰ろう。俺たちの大地へ。アッシュ、ありがとう。
ご主人様、起きるですの。嫌だ。みょーん、パパさんとママさんが呼んでるですの。行きたくねえな。まだ寝ていたのか。すみません。ここに帰ってきてもう一月になる。ナタリア殿下はご公務で世界中を回られているというのに、お前は何と言っていたのか。少しは公爵家の人間としてふさわしい生活を送りなさい。お話はそのことだけですか。いや、アブソーブゲートでの戦いについて確認しておきたい。バンが近くに落ちていったとき、剣は床に突き刺さったままだったか。はい。元帥、ではやはり何者かが。何かあったんですか。プラネットストームが急激に活性化を始めたとベルケンドから報告がありました。アブソーブゲートとラジエートゲートへ調査隊を派遣したところ、何者かが侵入した形跡があり、ワンの剣もなくなっていたそうだ。誰かが回収したってことですか。そうなると思います。セシル少将、陛下にご報告するぞ。はい。お友達に会いに行ってはどうですか。母上。屋敷に戻ってからのあなたはずっと塞ぎ込んでばかり、まるでここに居場所はないと言わんばかりの顔をしています。そんなことは。旦那様が害に暇を与えてから、あなたにとってこの屋敷はただ息苦しいばかりでしょ。必ず帰ってくると約束さえしてくれるのなら、気晴らしに行くのもいいと思いますよ。俺、帰ってきていいんですか。当たり前です。そうね、ラムダスならあなたのお友達がどこにいるのか知っているでしょう。くれぐれも気をつけて。旦那様から止められておりましたが、ルーク様宛にお手紙をお預かりしております。なんで父上がそんなことを。公爵家の跡取りとしてふさわしいお方とだけお付き合いなさるようにとの旦那様のご配慮です。本当の跡取りは俺じゃなくてアシだって、お前も知ってるだろ。手紙を貸せ。ガイとアニスとティアか。アシからなんて来るわけないか。ご主人様、アッシュさんに会いたいですの。外郭大地を下ろした時手伝ってくれたのはあいつだし、本当なら今ここにいるのは俺じゃなくて、俺があいつみたいに声を送れればいいんだけどな。前に一度できたきりだし。そういえばご主人様、バンさんを倒してから頭痛いって言わなくなったですな。そういやそうだな、アッシュだけじゃなくてローレライの声も聞こえなくなったもんな。アッシュ、ルーク、鍵を送る。その鍵、私を解放してほしい。栄光をつかむ、私を捕らえようと。私。そういえば俺きりか。まあいいや、行くぞ。皆さんに会いに行くですの。ああ、さっきの父親たちの話も気になるし、みんなの意見を聞いてみるよ。また旅ですのね。どこから行くですの。港だな。にょん、シェリダンに行くんだ。アルビオールを借りにさ。ご主人様、皆さんのお手紙読まないですの。あ、読んでみるか。ルークへ。外郭大地が降下したことでユリアシティは一時混乱。このユリアシティとローレライ教団上層部との関連が末端の教団員にも知られ始め、祖父テオドールが新しい体制作りに奔走中。兄バンの罪はすでに死亡したこともあって、
伏せられて葬儀が執り行われたが、一部オラクル騎士団員が教団から離席し姿をくらました模様。全ての鎮静化にはまだ時間がかかると思われる。あの、手紙なんて書いたことがないから、おかしかったらごめんなさい。これじゃ報告書だろう。ルーク、元気にしてるか。俺はピオニー陛下のご厚意でグラン国魔に屋敷を構えてなんとか生活している。俺も一応貴族なんで、貴族院にも顔を出すようになった。もっとも今の仕事は陛下の飼ってるブウサギを散歩させることでね。使用人プリはお前のところと変わらないぜ。あの陛下を相手にしてるとお前が懐かしくなる。ぜひこっちにも遊びに来てくれよな。ブウサギ散歩。やっほー、ルーク、アニスちゃんです。っていうか超退屈だよ。相変わらずイオン様はぼやーっとしてるし、周りはしょぼくれたジジイしかいないし、アニスこのままじゃ生き遅れちゃう。なのでルークがどうしてもって言うなら、いつでも公爵夫人になってあげるからね。旅費送ってくれたら遊びに行ってあげちゃう。船は豪華客船プリンセスナタリア号の特別室でよろしく。相変わらず目が滑る。なんじゃ、お前さんもアルビオールを借りに来たのか。ってことは誰か借りに来たんですか。お前さんにそっくりのアッシュと言ったかの。どうしてもどうしきられてな、3号機を貸してやった。いつですか。一月前ぐらいかの。ああそうそう、外郭第一降下作戦の頃じゃ。ラジエイトゲートへ行くと言っておった。そうか、俺を助けてくれた時だ。その後は何か言ってなかったですか。どこかへ行くとか。いや、アッシュさんならユリアシティに行くと言っていましたよ。あ、3号機は兄の銀次が操縦しているのですが、この間戻ってきた時に次はユリアシティへ行くと。まあそういうことらしいわ。でアルビオールだったな。ノエル、飛ばしてやってくれるか。もちろんです。ありがとう。ノエルにはいつも迷惑かけてるよな俺。そんなことありません。私は空を飛ぶのが好きですし、またご一緒できて光栄です。私アルビオールを外に運んでおきますね。ところでどこに行くつもりなんだ。みんなを訪ねに行きます。アッシュさんを追いかけるならユリアシティへ行くですの。ピアさんもいるですの。勝手に決めんなっつうの。なんじゃ、てっきりプラネットストームの活性化のことかと思っとった。そっちにも話が行ってるのか。うん、今はまだ大丈夫だが、これ以上プラネットストームの威力が激しくなるとタルタロスでは近くの振動を抑えられないかもしれぬぞ。そっか、ユリアシティに行ったらそのあたりも聞いてみるよ。久しぶりですな、ルーク殿。ご無沙汰してます。ユリアシティはどうですか。少し混乱したと聞きましたけど。ユリアルスコアから外れた世界がどうなっていくのか、この町の人間は順応できるのか、いろいろと心配していましたが、まあなんとかなっているようです。ところで今日はどういったご用件で。あの、最近アッシュが訪ねてこなかったかと。ああ、彼なら少し前に来ましたよ。近くへ行く方法はないのかと聞かれました。近くですか。どうして。ローレライがどうとか詳しいことは話してもらえませんでしたが。ローレライ。アッシュ、ルーク、鍵を、その鍵で私を解放してほしい。栄光をつかむ。
私を捕らえようと。私、あの時聞こえた声と関係があるのか。だからあいつはバチカルに帰ってこない。ご主人様、どうしたですの？あ、いや、なんでもないよ。あるいはアッシュ殿もプラネットストームの活性化を気にかけているのかもしれませんな。近くの振動はそんなに危険な状態なんですか？いえ、今すぐどうということはありません。そのあたりはティアが同志イオンに報告するため書類をまとめています。気になるようでしたらティアに聞いてください。久しぶり。手紙ありがとう。私手紙なんて初めてで。まあ個性的だったよ。私ね、今ちょうど兄さんにあなたのことを話しかけていたの。ティア。兄さんはスコアをなくすためにオリジナルの人類を見捨てようとした。でも今のこの世界だってスコアのない世界にできるはずだわ。兄さんはなぜあんな極端な方法を選んだの？ルークの方法の何がいけなかったのって。私はこの1ヶ月ずっとそんな風だったわ。ダメね。俺だって同じだよ。考えれば考えるほど怖くなるんだ。俺はあの屋敷に住む資格がない。あの家にいるべきなのはアッシュだ。でもあの家を追い出されたら俺はどうやって生きていったらいいのかわからない。どうしたって生きていけるわ。貧しくても働いて。そんなことはわかってるんだよ。ごめん。だけど俺には本当は名前もない。家族もいない。空っぽだ。だけどあの屋敷にいればルークって役割がある。少なくとも不安にならなくて済む。今のあなたは暗い顔をしているわ。とても不安そうよ。母上の言う通りか。俺やっぱりそんな顔してるんだな。本当は家にいたって居場所はないんだ。みんな俺のことをレプリカって目で見るんだから。そう。でも少なくともあなたのお母様はそんな方ではないでしょう。だけどアッシュが帰ってきたら俺なんかいらないって言われるんじゃないか。あなた、ナタリアの騒ぎの時インゴベルト陛下に言ったことを忘れたの？7年間一緒に暮らしてきた記憶は本物でしょう。それはあなたのご両親だって。理屈じゃ分かってるんだ。俺は俺だって。だけど俺ってなんだ。先生が言ってただろ、何かのために生まれなければ生きられないのかって。少なくとも俺はそうだよ。不安なんだ。俺は何のために生まれたのかって。あなたにとってあの旅は何だったの？変わるための旅じゃなかったの？変わりたかった。でも変わるにはまず俺が必要だ。だけど俺にはそもそも俺がないんだよ。だから俺自身を探さないといけないんだと思う。本当にあなたにあなたがないのか、みんなに聞いてみるといいわ。みんな？一緒に旅をしたみんなよ。私もついていくわ。だけどお前、正気で体が。痛みは薬で抑えられるわ。正気はもう消えているから、これ以上進行することもないし。それに。それに？なんでもないわ。ちょうど報告書をダートに届ける仕事があるの。ダートならアニスがいるでしょ。分かった、一緒に行こう。だけど無理はするなよ。